マリオン、マリオンは不等式ですね。0以上1以下、S と T を足して0以上1以下の不等式。で、また S0 以上 T0 以上がついてますが、不等式ですね。一見よくわからない形には見えるんですけど、不等式っていうのは、基本的にその方程式の集まりになります。はい。で、どういうことやねんっていうとですね、S と今 T を出したら、0以上と1以下のどこかにありますよっていう意味が不等式なので、じゃあどこかっていうのは、例えば、足して2分の1になったり、足して、まあ実際に1も作れますし、足して3分の1も、作れたりするわけですね。はい。っていうのは、ずーっといっぱい作れるわけですよね。不等式っていうのは。じゃあ、例えば、足して1になったらどこだったっけっていうのを見てもらうと、さっきの部分ですね。足して1なのは、線分、AB だと。はい。このブルーは、足して1の時です。でももちろん、この線分が答えなんじゃなくて、不等式っていうのは、S と T 足して1も持ってるし、で、それ以外にもいっぱい持ってるわけですよね。例えば、じゃあこの上の2分の1。足して2分の1やったらどうなりますかっていうと、これが丸3の一つ復習になるんですが、S と T 足して2分の1やったら、ここをさっき1にしてくださいって言いましたね。ここを1にしてきます。ってことは、両辺を2倍してあげて、1を作る。じゃあ、2S と 2T が出てきたので、OB ベクトルイコール 2S を作ると、2分の 1OA にしなきゃいけないのね。で、2TE を作ると、2分の 1OB を作んなきゃいけないと。はい。で、この 2S、2T がそのまま係数になってて、その2つ足して1。で、2分の 1OA、2分の 1OB っていう風になってるので、これは OA の中点と OB の中点を、結んだ、定理ですね。はい。ここに今来ますよっていう意味を表します。S と T 足して2分の1は。はい。ってことは、まあ、ここは S 足す T が2分の1ですね。で、3分の1やったらっていうと、3分の1の場合は、今度は1対2内分射点を結ぶ。ここに来ます。はい。じゃあ、もうこの流れで分かっていくと思いますが、この線分をずーっと足していったところが、0以上を1以下を表す条件式のね、部分になるということで、内部ということになります。はい。よって、三角形 OAB の内部ですね。はい。イコールがついてますので、境界線とかこの端っこを含みます。はい。線分上は含む。はい。こういう形になります。はい。で、続いてね、5番も同じような形なので、5番も言ってしまいますね。5番は、S と T を足して1以上を2以下。で、ここでまあ0以上つけちゃうとですね、結局同じようなお話になってしまうので、0以上なしの場合もできたと思いますね。はい。この場合はじゃあどうなるのっていうと、OAB があって、S と T を足して1であれば、S0 以上、T0 以上がないんで、線分じゃなくて直線になっちゃいます。これ全部ずーっといっちゃいますね。はい。で、S と T 足して2の場合は、両辺これ2で割ってもらって1を作ってですね、同じようにこの式辺をですね、して、導き出していくと、もうこれ結論できますけど、OA を2倍した A' で、OB も2倍した B'。はい。を作ってもらって、で、直線 A' B' と表す。これが2なわけですね。S と T 足して1なのがこの線。で、S と T 足して2なのがこの下の線になります。ということは、今不等式で1以上2以下のその間の数は全てあるわけだから、この間の線全部いけちゃいますよ、という意味合いになるので、この部分ですね。はい。まあ、言葉でちょっと書くの難しいんですよね、この部分っていうのは。直線 AB に平行、直線 AB と直線 A'B' の2つの直線で囲まれている部分というふうに言った方がいいかもしれないですね。言葉で言うんであれば。はい。まあ、以上が A4、5という話になります。